くよ。風の向くまま行っちゃうよ。快適じゃな。馬引け。いくよ。風の向くまま。困難もありますえ。いざ。こうかな。これで。最終安全装置解除。マイルセル。いいわ。目標確認。塔の裁きを全訪問発射。撃破確認。ララフィンの勝ち。どこに行っちゃったの、アルルちゃん。
もしや、もしや私、アルルがあんなことを思ってたなんて全然知らずに、お母さんって言葉をあんなにも強く。ミソラ、アルルが一番嫌がることを無意識に言っちゃった。私アルルを傷つけちゃった。アルルにとって一番の親友のつもりでいたのに、私アルルのこと全然。ミソラ、そうね、あんなアルルちゃん初めて見たわ。アルル、アルル、ごめん。傷つけてごめん。もう二度と言わない。だから、だから戻ってきて、アルル。アルル、どこ？どこにいるの？私が何かになれる場所、それが舞台でした。空っぽだなんて知られちゃいけない。せっかくの舞台を台無しにしちゃいけない。
人よりも笑顔で明るくハッピーのお裾分け。誰かに必要とされたくて歌って踊って演じ続けて。おかげで劇団のみんなは私を受け入れてくれました。舞台の上にいることを許してくれました。明るくて元気なアルルちゃんは私たちの大切な娘だよ。私たちを家族と思ってくれていいからね。そう言ってくれた美空のおじさんとおばさん、本当に感謝しています。初めて自分の居場所が見つかった気がしました。ずっと欲しかった家族ができたって。でもその帰り道、一人で月を見上げながら思いました。家族なのにどうして私は一人で施設に帰るんだろうって。夜道を引き返して劇団スカイブルーで私が見たのは、おじさんおばさんに囲まれた美空の笑顔。本物の家族の温かさでした。感謝しています。美空にはおじさんおばさんにもすごく良くしてもらいました。でも美空のおじさんとおばさんは美空のおじさんとおばさんでした。あの暖かい景色は私のものではなかったのでした。だけど演じ続けなくてはいけません。誰よりも笑顔で明るくハッピーな大月アルルを。私の役はうつむいて立ち止まって泣いている役ではないのですから。だから歌って演じて踊り続けてやっと見つけたのです。荒野の海賊団を、私のファミリーを。嬉しかった。私たちが見つけた私たちだけのファミリー。同じ舞台を作り続ける本物の家族。私が見つけた楽園。だけどみんなはこの楽園から旅立ち、私はまた一人に戻ったのでした。おしまい。こうかな。縁の下の力持ち、やっちゃうぞ。いくよ。これで
すぎる。全速前進。踏み潰す。道を選んで。やってやる。一気に行くよ。バカだね。このやっちゃうよ。やってやる。どこに行きたい。行くよ。よいしょっと。負けないからね。これで弱すぎる。こうかな。弱すぎる。全速前進。目は勝利です。勝利をする。では一節。魔術による創造をアルカナム、マジーケ。闇に帰れ。とりゃー抜けない。うわ、軽い軽い。に行きたい。よし来た。こうかな。一気に行くよ。えいや。やってやる。踏み潰す。では行こう。負けないからね。これで弱すぎる。負けないからね。軽い軽い。踏み止め。やっちゃうぞ。では行こう。弱すぎる。次の敵は選んで。いくよ。これで取りゃ。よいしょっと。やっ、いくよ。弱すぎる。弱すぎる。縁の下の力持ち。勝つ。やってやる。負けないからね。負けないからね。まだまだ。次の敵は準備はバッチリ。さあ、好奇だ。お宝はいただきだよ。バナナにお任せ。届かなくて眩しい。どうしてこんなにきらめいてるの。くれればこんな思いをしなくても済んだのかな。
母さんが私を捨てなければ、私は誰かの娘で、確かな何者かになれたのかな。ハルル！ハルル！ハルルちゃん、どこにいるの？返事してよ！ハルル！隠れてないで出てきて！お願いだから出てきてよ！ハルル！返事をしてよ！ハルル！みんな、ミソラ。ミソラは言ってくれたよね。あれ、どんな恒星よりも大きくて眩しい月って。違うよ。私は舞台セットの背景に描かれた月。ペラペラの紙の月。ペーパームーン。だからもう放っておいて、優しくされるほど悲しくなるの。みんなとは違うって思い知らされる。こんなことなら、あの日、あの時、舞台となんて。舞台？舞台って何？よくわかんない。舞台。そう、舞台。このあと私は舞台と出会ったの。でもみんなに捨てられて一人戻るくらいなら、未来でせっかくできたファミリーを失うなら、出会わなければいいんだ。舞台となんて、初めから。ダメよ、そんなの！ダメだよ、アルル！舞台と出会わなければいいんだなんて！ミソラ。私たちはあの日、あの舞台で出会った。だからフロンティアで作った今があるんだよ。シズハ先輩、司先輩、ナラフィン先輩と出会う未来があるんだよ。それをなかったことになんてできないし、しちゃいけない。できるよ、できるよ。だって舞台では
どんなことだって起こるんだから。舞台との出会いなんてなかったことに、なかったことにだって。アルル！困っちゃうんだよね、そんなことされちゃったら。え？舞台との出会いなんてなかったことに？そんなことされちゃったら、私が舞台に立てなくなっちゃうじゃない。誰って、ほんとしょうがないな。きらめく弾丸、翼に込めて、可憐に咲かせる夢の花。今が生み出す未来のスター、つながる舞台で明日をライブ。フロンティア芸術学校、西野 L、 目指せアルカディア、進めフロンティア。エルちゃん、その制服、私たちフロンティアの？はい、フロンティア芸術学校、西野 L、 あなたたちの後輩です。と言っても未来のですけどね。未来の後輩？エルルちゃんでもエルちゃんでもない西野 L って、どういうこと？これはかつて辿った夢かもしれず、これから見る思い出かもしれない。とある戯曲の序文です。かつて辿った夢、これから見る思い出、どういうこと？この舞台は過去でもあり未来でもある、そういうこと？その通りです、静葉先輩。わからないけれど、わかったわ。どういうことなの、静葉？何がわかったの？舞台の上ではどんな自分にだってなれる、どんなことだって起こるの。ハルルちゃんが子供の自分に戻って舞台との出会いをなかったことにしようとするなら、未来のエルちゃんが今この舞台にいることだってありえるってこと？じゃあ、あのエルちゃんって？ねえアルル、あなたは空っぽだから、何もないから、何かになりたくて誰よりも強く渇望して舞台と出会った。その舞台と出会わなければよかっただなんて、悲劇のヒロインに浸るのもいい加減にしてほしいんだけど。だって劇団 A は誰一人欠けちゃいけないんだから。ええ、じゃあ開幕するよ。あなたの心に、あなたの過去に、あなたの舞台に飛び込んで、あなたを取り戻す舞台よ。私の過去？さあ、ショータイムだよ。うわアルルの舞台に、アルルの過去に飛び込んだ。